はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。きーちゃんでございます。今日はですね、メイク動画なんですけども、髪をね、切って初のメイク動画を出そうじゃないかと。最近こう、コスメをいろいろ買って、最新なものを使ってますが、まだ使い切れてないものもたくさんあるんですけど、それで、今、まつエクをね、してるから、マスカラ買ったじゃないですか。カラーマスカラとか、そういうのは使えてないんですけど、まあ、それ以外、まあ、最近買ったものばかりを使って一応メイク動画になっております。はい、ショートとロングどう、見えてる違いがあるかわからないですけど、興味のある方最後まで見てってほしいと思います。はい、そういったわけでショートになってからの初動画ということで、メイク動画ね、はい、今日はねこれを使ってきます。24時間コスメのミネラルペアリングベースの01番のナチュラルです。これはちょっとねモニターでいただいたものなんですけども、今回ねあんまり使ってないっていうか、まあ最近買って使ってみるとか、そういうやつをできるだけね使っていきたいと思っております。ショートになったからどうってわけじゃないんだけどもさ、髪型によって似合うものとかさあったりするじゃん。それがちょっとまた違うかなと思ってね、別に技術が変わったとかないんだけどとりあえずなんかショートになったから初でちょっとメイク動画をね撮ってみたいと思ってね撮影することにしたんですよ。このベースやっぱちょっとさ24時間つけてもいいやつだから、なんかカバー力とかあるんだけど、なんかたっぷりつけた方がなんか私的には良くって、多めに塗って、まあ肌に合わないとかは別にないんだよ、保湿感がないとかないんだけど、なんかこうちゃんと塗った方が私の肌の場合なんか保湿力が上がるからって意味で塗りました。はい、こちら塗りました。次はこれはね動画に出してないんだけど、メディアのクリームファンデーションの、これコンビニで売ってる500円のやつ、これ単体で動画作ったりはしてないんだけど、こちらはですね、あの昔ねこれのね、あの普通の大きさのやつを昔使ってたことがあるんですよ。もうすっごい昔の動画に残ってんのかな、わかんないんだけど、ファミマコスメのやつを出したと思うんだけど、それをね買った時に一緒に置いてあったんですよ。ちょっと久々に使いたいなと思って久しぶりに買ったって感じです。やっぱねこれはねクリームって書いてあるだけあって、本当になんか乳液をさ塗ってる感じのテクスチャーで塗れるファンデーションなんだけど、なんか水分量が多いんだけど、すごくねカバー力もね良くって、肌もすごく綺麗に見せてくれるんですよ。結構好きで使ってたんですけど、まあそのうちいろんなコスメをね、まあ試すようになって使わなくなってきちゃったんですけど、やっぱり久しぶりに使ってやっぱいいですね。で、これ多分私が使ってたこれよりもより明るく見える色っていうのかな、より明るいって書いてあった気がするやつなんで、その頃の色よりもちょっと明るくなってるから、すっごい明るく見えると思うんだけど、なんだけどやっぱカバー力といい、この綺麗に見せてくれるとこはいいですね。はい、こちらと、で眉毛はこれがいいので、これ100均のダイソーの、ちょっと太いっちゃ太いんだけど描きやすいからいいものたくさんあるんだけど、私の眉毛自体がさ描くのが結構大変だから、まだ形がさそんな上手い方じゃないんだけど、まあどうにかなってるなって感じです。セザンヌのニュアンスオンアイシャドウの01番のウォームコーラルです。セザンヌの動画を見てくれた方はあんな感じなんですけども、この間はさ2色ずつ使ったけど、今回はさ4色なんとか使っていきたいと思って、まずベースにこれを塗っていきます。これベース向きだと思うんだよね。全体に塗ります。一番この中で薄い色というかそういう感じだから全体に広げます。これが初めてなんですよ、このアイシャドウをちゃんと使うというか、このスウォッチ以外で使うのは初めてなんで、次じゃあこの下のやつ二重幅ぐらいに入れますね、
麗です。二重幅以上になっちゃったかな。これだけでも全然いいよね。これだけでも全然いいんだけど、せっかくなら4色使いたいから、細い筆で、このピンクのやつを入れてこう。とここら辺、半分ぐらい入れるね。おー、いいじゃないですか。で、せっかくなら下にも入れます。下半分ぐらい入れます。うん、やっぱこのピンクもすごくいい感じ。同じ筆でいいと思うんですけど、またこの上に戻って半分、また半分に入れます、うん。ただですね、今度指になっちゃうんですけど、ここの部分を最後に、ちょっとラメが強いというか、やつをこの辺塗っていきます。全体でいいと思う。うん、最後にやっぱ入れると綺麗だね。ほら、わかりますか？もうちょっと強く入れようかな。はい、こんな感じですね。どうでしょう？なかなかいいんじゃないでしょうか。ラブライナーでございます。今日のね、色味にはこれいいかなと思ってちょっと入れます。バッツリ入れてもいいな、これ。こうがっつり目に入れてもいい気がする。うん、今回はこんな風にちょっとがっつり目に入れました。ワイハーブで買ったチークと、これブロンザーにも使えるものです。で、こういうね、猫のちょっともう薄くなっちゃったかな、ちょっと色味的にはちょっとね、こういう風に濃いめなんですが、このブラシでちょっとだけ取って塗っていきます。あんまりね、濃くしちゃうとおかしいと思うから、それでなくても動画だとちょっとね、濃く見えるんで、すっごい控えめに使います。と言っても結構控えめに塗ってるんだけど、もうこの発色ですから、このやつはちょっと扱いにくいんですけど、これでいきたいと思います。すごい濃く見えるね、これ。で、これブロンザーとしても使えるんですけど、今回はチークだけにいきたいと思います。セザンヌの02番のコーラルレッドかなを使いたいと思います。これね、本当にね、私好き。いい色。あの、レッド感よりもそのコーラル感がすごく強いから、すごい使いやすい。あの、1番のね、やつもすごい色味的に使いやすいと思うんだけど、こっちのやつの方が私は色味的には好きで。今日はピンク系ということで、ちょっと口紅リップをちょっとピンクよりこっちの方がいいかなと思って、はい、こんな感じ。どうかな。はい、ってことでメイクは完成したので、いろいろやっていきたいと思います。はい、そういったわけで、今ピアスをして、前髪をね、なんとか出しまして、はい、今日のメイクはこんな感じでございます。はい、そういったわけでいかがでしょうか。ショートになって初のメイク動画で、まあ、やり方はね、ほとんど変わらないし、あの、使ってるものも、まあ、最新が出てきたぐらいなんですけど、ただこう、髪型と前髪がね、私の場合できて、また印象がね、違って見えるみたいで、たまたま今日この服を着てて、ピンクっぽい赤っぽくて。で、たまたまこのセザンヌが、ちょっと、まあ、一応、ピンクブラウンのやつだと思うんですけど、ブラウン入ったピンク。で、これも、レッド系ではあるけど、まあ、同じ系統の、まあ、ピンクメイクに近いメイクになったんですけど、ショートとやっぱロングと違いは出てるかな？わからないですが、はい、こんな感じになりました。いろいろなコスメを買うだけで、あの、普段は使ってるとはいえ、こう、メイク動画もね、
たまには出すのはいいかなと思って、しかも髪を切って初めてショートになっての、メイク動画になるので、まあ、ある意味第一回ということで新鮮な感じなんですよ。私的にはね。皆さんの反応が楽しみですが、今回はこんな風に仕上がりました。最後まで見てくださった方、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではこういう風にメイク動画とか、メイクの購入品とかね、そういうものを中心に上げてる美容チャンネルなんですけども、もう一個、こう、ライフスタイル、私がその美容以外のことについて上げてるチャンネルもありまして、両方のね、チャンネルをよかったら、チャンネル登録の方をしてほしいと思います。下の概要欄に、一つのね、このサイトさえ見ればわかるというね、リンクが貼ってあるんですけど、そちらからまあチャンネル登録とか、SNS、各 SNS のリンクが貼ってありますので、よかったらそちらの方をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ショートになって初の動画になります。どうでしょうか？やっぱ雰囲気は違うでしょうか？わかんないんですけど、やってることは一緒なので、見方の問題だとは思いますが、見てくださった方ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。